はい、こんにちは。ですね、今日は美味しいグルメ、関西版ということで、ちょっと僕がもう結構、来ていて、ぜひ皆さんにお勧めしたいなと思いまして、この焼きそば屋さんですね。あの雑誌とかにも掲載されたことはあるんですけど、まあ、焼きそばの、まあ、専門店みたいな形で一応お出しするお店ですね。こんな感じで、店構えはこんな感じです。でランチやってまして、焼きそば定食が、並ご飯卵焼き味噌汁付きで800円、で大は900円で特大は1000円ですね。で今日はこちらの、焼きそば定食の並を今注文してます。でもう一つのこちらのメニューの方なんですけど、これが普通の焼きそばのメニューですね。並500円、大600円、特大700円で、卵、具だくさん、シーフード、マヨネーズ、ニラという形で、まあこういう形ですね。で今頼んでるのは僕は特大の、具だくさんっていう形で、頼んでます。でナミも頼んでます。まあ、一応3人で今来てるので、まあ、3品ちょっと注文させてもらってます。で、お店名は、こちらですね、焼きそば長谷川さんです。今里筋のちょうど 今里筋の道路沿いにあるお店ですね。で営業時間がこちらです。火曜から土曜は昼11時半から14時半、で夜が17時から21時、で日祝は昼11時半から15時まで、まあ、ランチ営業のみですね、日曜祝日は。で月曜日は定休日になります。はい、お料理が届きました。でこちらが焼きそば定食の並ご飯卵付き味噌汁の商品ですね。こちらですね、この焼きそばがですね、非常にまあシンプルに鉄板で揚げられてて、まあ、醤油で味付けを自分で、まあ、好みで醤油と胡椒と一味ですね、で味付けをするという形ですね。はい、こんな感じです。はい、でこちらが、焼きそばの特大、の具だくさんになります。このボリュームなんですよね。これが とても美味しいんです。これにですね、自分で好みで醤油をこういう感じで、まあ2回ぐらいかな、こんな感じで自分の好みで醤油をかけていただく形です。はい、お醤油します。はい、もう、食べまして外に出てきました。ちょっと車内の風景を撮りたかったんですけど、ちょっと今忙しい時期でお客さんたくさんいらっしゃったので、ちょっと車内は撮れなかったので、カウンター席が、6名席と、3名席で、まあ、二手に分かれているような形でカウンター席のみになりますので、はい、で、まあ、醤油と特製のウスターソースですね、それで、まあ、自分でどちらか好きな方を味付けして、まあ、あと胡椒と一味で味付けをするという形で、本当にね、酢の焼きそばでとてもシンプルなんですけど、奥の深い味わいなので、まあ、皆さんぜひ近く来られたらお越しいただければと思います。でお持ち帰りもできますので、すいません、お持ち帰りも一応できますので、ただお持ち帰りの場合はパック代、お持ち帰りのパック代10円台かかりますので、そちらだけご了承ください。であと駐車場なんですけど、まあ駐車場ないので、南側、まあ、400m 行ったぐらいのところにですね、南側に 400m 行ったぐらいのところに、まあ、駐車場あります。であとは、まあ、北側の方にも北側に行ったところの東中本さんの交差点のところですね、そこを、まあ、左に曲がったところにもありますので、まあ、車で来られた方は最寄りの駐車場に停めていただければと思います。皆さんぜひ近くまで来られたらお越しいただければ幸いです。それでは失礼いたします。